ヤンバルテナガコガネは、昆虫甲甲虫メコガネ虫科に分類される、甲虫類。日本固有種体長オス4.7から6.2センチメートル、メス4.6から6センチメートル。ミトコンドリア DNA の 16A するなの、分子系統解析では、族内では中華人民共和国南部からベトナムに、分布する、ヤンソンテナガコガネカラトナスジャンソニに禁煙という、 解析結果が得られている。これは、かつて禁煙種が広く分布していたものが、地殻変動をはじめとする環境の変化や、生存競争等により絶滅した結果、大陸と当初で禁煙種が別々に生き残ったものと考えられており、本種のような分布の特徴を持つ種は、依存種と呼ばれる。似たような分布の特徴を持つカブトムシの例では、 三倉島に生息している三倉宮山桑タが挙げられる。学問的に正式な発見、記載がされる以前から、その存在について、うすうす知られてはいた。神切虫採集家、伊藤敏人によって1982年4月2日に死骸の上羽根と腹部だけが拾われたり、また、生息地にほど近い製材所の従業員が、原生林から運び込まれた大木を、切断加工中に、 たびたび本種の姿を見出していたりもする。正式な発見は1983年で、1984年に黒沢義彦によって記載された。新種記載のタイプ標本として発見された個体は、1983年9月15日に国神村ふん川ダム構内で採集されたものである。しかし発見した時にはすでに絶滅の危機が迫っており、 1984年2月に沖縄県の天然記念物に、その後1985年5月に国の天然記念物に指定され、最終は全面的に禁止、繁殖プログラムも計画されている。そもそも発見自体が森を切り開き山を削って建設されたダムの水銀塔に飛来した個体が植え込みの木の枝に引っかかっており、それが 朝の校内見回りをしていた職員の目の前に落ちてきたというものであった。大まかなライフサイクルや生息環境外用、幼虫の生態は天然記念物指定前の水沼鉄郎による最終調査で明らかとなった。また、時をほぼ同じくして、抜刀儀のフレーク部から沖縄丸羽クワガタと共に採集されたメス幼虫一頭が正体不明のまま、 月刊虫編集部に持ち込まれ、編集長、藤田博史によって飼育、羽化させられている。当時まだ和名を与えられていなかった。この個体は沖縄の手長小金として、同志1984年2月号の表紙を飾った。なお、飼育した藤田はその頃まだ、カミキリム虫が専門分野であり、それぞれの幼虫が幼化して、容器の壁面に姿を見せるまでは、 自分の飼っている沖縄丸ネクワガタを、平田クワガタ、テナガコガネを、ただのカブトムシだと思っていたという。超大型のカブトムシであるにもかかわらず発見が遅れた原因は、丸羽クワガタ類の生態解明の難航と同様であった。すなわち、甲虫のシーズンである夏が去り、超採集が、昆虫採集の死となる沖縄の秋口に成虫が出現するために、 甲虫最終家にとって盲点となっていたのである。ただ、これほど厳しく保護されている天然記念物ではあるが、発生、繁殖に必要な生息地の樹木の伐採は必ずしも禁じられていない。一面丸坊主となり、切り株だけが所々残された山肌で、住み所を失ってあてどなくさまよう成虫の姿が、雑誌。 インセクタリウム1993年9月号で報じられたほか、先日の月刊虫編集長、藤田博士も虫がいなくなって、縦札だけが残るようでは笑い話にもならないと指摘している。本種は希少性と成長が遅いことから、密量や樹木の伐採の影響を受けやすく、さらには繁殖能力の低さに加え、生息地周辺の開発計画もあるため、 以前絶滅が危ぶ生まれている。絶滅危惧愛類。この昆虫の発見が遅れたのには、一つには、その生息環境の特殊さ、それにハブと在日米軍の存在がある。つまり、その生息域が広く米軍に演習地であり、しかも、ハブの生息地であった。立ち入り禁止ではないものの、気楽に侵入する気になる場所ではなく、なおかついるかどうかもわからない昆虫を探すために、 大木の穴に手を突っ込むような真似は、ハブが怖くて、とてもできないという事情があった。逆に在日米軍基地の外では、まともな生息地域が失われたとも言われる。密漁防止のための監視も行われているが、林道開発による森林の乾燥など、開発によって、生息地ごと影響を受けることが懸念されている。椅子の木や沖縄裏地郎菓子スダジの大木がある、一時林に、 生息する。幼虫は大木内の軌道に溜まった腐食室内でしか確認されていない。幼虫の期間は3から4年。周期に浮かした成虫は、さなぎ室内で冬を越し、翌年の8から9月に出現する。幼虫は、イタジー、ウラジロガシなどの紅葉樹の大木に空いた軌道に腐食度が堆積したものを住みかけんとしている。浅い位置に、 弱霊幼虫、深層部に大きく育った修霊幼虫がいる傾向にある。また、幼化、羽化はパイプ状の軌道の内壁の一部を楕円型にえぐり取って作られた砂木室内部で行われる。そのためそのような大木が生育に必要であり、ヤンバルの中でも国神村付近にしか生息していない。こうした生息場所はキツツキの一種である。 ノグチゲラが古木に掘った巣穴が放棄された後に、毛ナガネズミなどが巣穴として再利用したりするなどいくつもの生物の関与によって生成される。ノグチゲラにしても毛ナガネズミにしても、どちらも環境悪化によって絶滅が危惧されており、ヤンバルテナガコガネの生存を保障する生物的環境そのものが危機に瀕している。水沼鉄郎は、孵化から成虫になるまで本種は、 約3年を要すると述べている。成虫は晩、晩夏秋にかけて出現し、琉球国和が立とうとともに、山の中腹以上の歌詞、C の樹液に集まる。また、大柄な姿にもかかわらずよく飛翔するため、付近に光原があれば飛来する。オスの前足は長大に発達し、首節の内側の棘は木に登るのに便利であるし、 餌場やメスをめぐって争う時の武器ともなる。ただし、手長ガ金ガ族の多種と比べると、オスの前足は体調に比べて短く、これは原始的な特徴とされる。公的な研究目的や繁殖プログラムで許可を得た場合を除き、最終、飼育は一切禁じられているため、飼育下での産卵数や成長ステージの詳細についてはほとんどわかっていない。 10から20個ほどしか産卵せず、加えて、負荷率も低い。森林伐採や農地開発、ダム建設による生息地の破壊、林道建設や下草刈りによる森林内の乾燥化、ペット用の密漁及び密漁者による軌道の破壊などにより、生息数は減少している。日本では1985年に国の天然記念物に指定されている。 1996年に種の保存法により国内気象や生動植物種に指定されている絶滅危惧アイビールイ。ありがとうございます。